ティちゃんがスコップ持っちゃいけないわけ。キティちゃんは力仕事はしないってか。お前らのそのケツキティちゃんに対してもう怒る気もしないわよ。前回私は借金取りに捕まって、借金返済のためにこの地下施設で強制労働させられているわ。ああ、なんでこんなことになったのかしら。しかもここどんな施設になるか知ってる？地下サンリオピューロランドだってさ。ああ、皮肉なもんよね。サンリオで働くのが嫌でサンリオを逃げ出した私が、何の因果かまたこうやってサンリオで働いている。笑いなさいよ。もうつらい。私はこれからこの地下施設で1050年働いていかなきゃいけないのよ。父さん、ちょっとあんた大丈夫？あんたほらしっかりなさい。誰か水持ってきて、水ほら水よ、飲みなさい。カランコンカラン、しっかり、しっ、あんたバツ丸じゃない。最近見ないと思ってたらこんなところで働かされてたのね。使えなくなったキャラクターは近い。この噂本当だったよ。ほらしっかりしなさいよ。この封筒私に。何よこの封筒。これはペリカ。この地下施設でだけ使えるお金。このペリカで薬を買えばいいのね。分かったわ。このペリカで薬を買う。そしてあなたの薬、あなたに薬を投与して、あなたの直して一緒に地上へ登りましょう。ちょっと待っててね。あのすいません、薬をください。買っちまったー。松丸のペリカでビールと焼き鳥。おいしそうだったから。古典ペリカよ。ごめんね。悪魔的に有名。頭のペリカで私腹を肥やしてしまったキティちゃん、果たして彼女の運命はいかに。次回モンスターパチンコ沼編に続くとか続かないとか。この物語はフィクションです。どうもありがとうございました。